高山さん、もう高山さんが大好きすぎて、最近もあのお疲れ様ですって言うのすらもあの絶対に目を合わせようっていう、なんかわかんない、なんか意地かな、もうファンですよね、一種の。もう話しかけられるタイミングがあれば話しかけたいっていう気持ちだから、お疲れ様ですもうなーなーの気持ちでお疲れ様って言うんじゃなくて、もう目を見開いて言ってるから、あの絶対にこの一瞬のお顔をあの目にあの焼き付けるぞっていう気持ちでお疲れ様って言ってるので、それも伝わってるかな、わからないけど、そう、私目力強いって言われるから焼き付けようと思ってそう、チャンネル登録高評価よろしくだっちゃ。